ルウィークの TBS ラジオストリーム。続いてはコラムの花道。今日は沈黙の女王、新さんなめこさんです。松尾鈴木がスーパーバイザーを務める本人縛りの総合文芸誌、本人第3号は6月8日金曜日発売です。本人第3号には、直木賞に最も近い男、作家の古川秀夫が参戦。連載タイトルは、叱れ古川秀夫叱れ。 主人公の作家兼私立探偵、その名も古川秀夫が大活躍できるのかどうかご期待ください。本人第3号は大田出版から定価998円で発売中。お求めは全国の書店で。 tbs ラジオストリームをお送りしております。えー、2時になりました。木曜日今日2時のコラムの花道。えー、人気のコラムニストが登場する、このコーナー、今日のコラムニストは、週刊文春の連載などでもお馴染みでございますね。えー、沈黙の女王、新さんなめこさんです。どうも、こんにちは。どうも。えー、っと、はい、何かあの、テレビの、あれですか、番組の人がご、ご、なんか、そうですね。なんか偶然、立て続けに、 あの毎日新聞でパレスヒルトンについて、ちょっと前にコメントしたら、それをご覧になった。あのすっきりとザワイドの、あのスタッフがそれぞれ同じ日になぜかうちに。あのいらっしゃって、取材をコメント取材をして。お家で。家ですか、ね。でも、あの、今。つまり、あのいわゆる。カメラ回して。あ、そうなんです。明日放映なんですけど、今日行っていいですかみたいな。 お家にでもカメラ入るのって緊張しません？あでもナメちゃんお家そか、綺麗なテレビの家になってるからね。なんかやっぱりあのちょっと暑い日だったんで、なんかそれぞれのスタッフが割とあの汗まみれの感じで、汚いもんね。えでほら汗かいてあと汗かいてあとた後しばらくワイルドなワイルドの匂い、男男の匂いみたいな匂い出てくるんだ。でも普通入るのってコメント取る時ってどっか ありますかとか向こうも別家でなかったらほかの所あればいいんだけどって言うでしょ、だから自宅でもいいですかって聞かれたんでしょ家だったらなんか私、緊張しちゃう、うちょっと必死になって片付けなきゃいけない,じゃないあそうでしょ、ね、服を着替えたりとかして、別々の。あ

なんか洋服になんか虫をつけてきたみたいで。虫なんか見たこともないキモい虫が、うん、あの、皆さんが帰った後に家の中で乗ったうっていて、うん。なんだそれ <laughs> 足が長いのかなのなんか上半身が結構上のようねして羽が生えてるような、なんか変な虫が <laughs>。 それを追い出したりとかも大変な日テレのスタッフ頼むよとか、絞ってくるなよと言ってたか取材とかいろいろしてたから、体についてるなんかた日テレのなんか、すっきりだっけ、町山智博さんはね、火曜日のこの人は、なんか電話で、これ、パリス・ヒルトンだってな、パリス・ヒルトン、本当、とんでもないやなんとかって言ったら、そしたら今度、それ聞いてた、日テレ見てた人から、なんか、あのそんなこと言わないでみたいな、なんか、抗議のメール。 うたかブログとかが大変なことになっちゃった、えー、じゃあ、ということで本編いきましょう。はい、本編です。え、今日はですね、えー、スペシャル企画でございまして、なめちゃんの東京夜遊び。えっ、ー、と、前は確か新丸ビルのライブライト、はいえー、来る夢来る人のライブライトで、はい、ユーミンにあの、ねはい、遭遇したという、はい、ユーミンさんと一緒にカラオケをやってしまった。 えー、今日はその第2弾でございます、はいえっと、今回はあの銀座にあるグランドキャバレー、グランドキャバレーって、はい、なんか非常にちょっとレトロなそうですね。すねキャでレょ、なんか本当に外観をご覧になれば分かると思うんですけど、はい、写真なんですか、はい、すごい前から気になっていた、あの日本地図が<ー>あのお店の看板になっていて、それで何県出身の人がどれだけいるみたいな、<ー>そういういろんな県,県が 地方の出身の女性が馬乗、うん、っていって、故郷の女性を指名できるっていうシステムがお店ですね、銀座三丁目のガスト通り沿いにあります、うん、銀座三丁目というのはあれでしたっけ、はい、どっちか、日本橋に近い方だっけ 新橋じゃないね。で、そのお店の看板に「女性は素人あなたはモテる」とか書かれて女性は何素人女性は素人多分そういう純朴な各地の女性がいるっていうことを書いてあると思うんですけど白いバラのバラは全部ひらがなんですよ皆さん多分通ったことはあってもはい中央通りから一本有楽町寄りで老舗の洋食屋のレンガ亭というのがその隣にある松屋銀座松屋銀座とプランタン銀座の間ぐらいああここ前 こ,こちらに今回、男性スタッフ3人と女性スタッフ1人と、私の合計5人で行ってきまして、うんあのー、お値段が明瞭会計で、<laughs> 夜9時までに入れば、2時間1人7200円、それ以降は2時間9600円で。うんあのー 5人以上になると焼酎のボトルが一本付くというサーモスがあるんですよ良心的な良心的でキャバレーというよりもなんか飲み屋居酒屋みたいな感じで、はい、そうですねただあの、うん、カードが使えないというあ現金現金です、ね、なるほどなるほどでこの値段でホステスさんとお一人 ンンドリンクとととおつまみがつく、うん、ということになってますススおー、うん、だから5人,5人で言えば5人にお捨てさんが1人ついてるというあっ何か5人ぐらい来てたような気がしますかねかああなる今回まあ男性スタッフ3人いるわけだからはい、はい、まずあの私たちは2階席に通されたんですけどあの壁には「おかげさまで開店55周年創業76年」の文字があってはえっ創業76年って ね、でその2階がそのバルコニーみたいな、あのロフト式みたいになっていて、はい、それが本当にあのこの創業からあの変わってないということで、うん、2>, そ2本。あの 2階を支える柱の本数がすごい少ないんですよ、だからすごい、見ていて、すごい不安になったんですよねそれすごいね、柱がないということは、やっぱり昔、だから戦前の建物柱がそうですね、バルコニーなんで。バルコニーみたいになっていて、昭和の雰囲気が逆におしゃれで、前回のライムライトにも通じると思うんですけど、キッチュで、なんかそこが逆に今となっては。 ここまで来ると2回転、回2周、3周ぐらい回って、レトロないい感じ私、今見ると、いいと思います。で、この雰囲気出そうと思っても、そうそうそう、やすっぽくなっちゃうわけじいすこれやっぱり戦前からある、建物でも内装は多少やっぱ変えてるんじゃないですか。塗り替えたりとかしてるかもしれないですね。で、なんかお店が割と客層が、やっぱり年齢層が高いんですよ。あの 例えばそうです、ね、私たちの斜め後ろの席では、はいまあ、常連っぽい、はい、あの結構髪の毛が薄いおじさんが、はいまあ、ホステスさん45、うん、人ぐらいをはべらせてのあの頭をなでてもらったりして <laughs> あのトイレの帰りにホステスさんの手を取って踊ったりしていたんですよだからやっぱりキャバクラというところは夜の保育園なんだなと実感しましまた<れ>、はい、保育園保育園 そうですね。な,なでなでしてもらって。ね。まあ、もうこれいいといいっしのおっちゃんですよね。<笑><笑>あまあ、5時代。5時<で>代のおっちゃん、ねそ。まあ、頭をなでてもらうだけならまだし、あ<ー>も、うん、あの、もう、もはやもう、おじいさんすぎて、うん、なんか接客が介護みたいな、息に達してる人がいて、で、すごい見ていて心配になったんですけど、あの、椅子に座ってぐったり動かないおじいさんがいて、で、あの、ホステスさんが、その首のあたりのツボを押して、なんか蘇生させようとしてましたね。 俺おこのラジキャ介護プレイなんかそういうプレイ介護プレイですか？男性としてはそういうところでなんかもし天井を全うしたらそれはそれで本望物だね。そんな心配になるぐらいちょっとぐったりなの。これは介護プレイにしたら安いよ。こうコムスンのこう強敵じゃないのこれ強敵だこれ波平さんみたいな方がこれ波平さんみたいな方がこれ国税で結構毎日来て女性女の子三四に指名するおじいさんもいるみたいで指名料が平均年齢 かなり高い感じだよね。かなり高いです。じゃあスタッフなんかまだほら20代30代のスタッフアンドナメちゃんでしょ。ちょっと目立ってじゃないじゃんこの。ああそうですね。そのスタッフの中でもう20代の人は結構目立つですね。目立つね。でホステスさんはどのぐらいの年齢の方なんですか。えっとそれがあのまあ年齢制限が確かえっと30見た目35歳まで見た目35歳まで。いいねそれ。見た目ったら大事だもんね。 そそうだ見た目35歳までであのそれでまあお店に入ってちょっとしばらくして気付いたんですけどなんか男性にはキャバクラスイッチみたいなものがあってキャバクラスイッチなんかそういうこういうろに来たらすぐ存在な態度になるんですよ男性がはいなんかいつもとの仕事モードとは違ったでなんかもうタメ口普通にタメ口になっているタメ口になってんだまあこういうお店ではここのうちのキャバクラスイッチ <laughs> でもまあ自分は本当になんか敬語を崩せないのでちょっと浮いてしまってこのちょっと写真の撮り方がこの人なんか松本智子に似た感じの子じゃない？似てるよね似てるよこの子 <laughs> 俺マスティカと思ったよほらよ、ね、これこれ赤茶色の,の方すご影の影のある人であしかも松本出身だとかであ,あのー。 そのスタッフの方が。え僕この子だ、この子介護してもらいたいな。ああ、やっぱそうですか。<ー>で、なんかもう、このお店が出身地を売りにしてる割に、そんな地元の話で盛り上がらないんですよ。で、この松本出身の女性に、なんかスタッフが、松本っていいところですよねとか話しかけたのに、<ー>なんか私、あんまり松本にいい思い出ないんで、と、暗い表情に<が>。<laughs> 却下される、ね、その話はしな,しないほうが。そうですね。で、なんかそそ、さらに、このマッーさんーの人が、この店に、 にはああは過去にいろいろあった人が多いんで人間ができてるんでいじめとかはないんですというああ働きやすいっい,いう。ああ 苦労しててきるような全全然然見た目大丈夫です見た目だからすごい働きやすいっていうふうにだいぶプッシュされたんですよなんかあの服もさんかそんなにどういうケバい感じでもなく素朴な感じで露出そんなにしなくてもいい感じですねそうですねそうですねそうですのこのお店は衣装貸してもらえてドレスが500円スーツ400円 誰が借りるホステスなんかの,あ借りあのお店で多分いっぱい、店から借りて、それを着てるってこと,はと、はい、あとはなんか、まあ、買うにしても、うん、あの聞いたら、あの他の,あのホステスさんは 3,、うん、3000円ぐらいで買ったワンピースを着てるっていう、うん、だからそんな洋服代、お金かかんないですよね。銀座とと思えないよ、ねはいまあ,あと、うん やたらその気合入れたりおしゃれにしすぎてしまうと、この店の雰囲気だと浮いてしまうんですよ。うんうん、だからこのぐらいの、まあちょっとあの安い服とか、うん、あの田舎。 ーサーが出てるこれもう一回ちょっとね、あのリスナーの方、これ、写真がないから、っと言っておきますけど、はい、こ店の外にちょっと日本地図があって、はい、で都道府県別に、これ、ホステスさんの名前が普段になってこうかかってるわけだね、はい、でこれ、例えば、の松本の長野と長野とか、はい、愛知とか、えー、の関西とかも全部これあって、都道府県何人いるかがすぐ分かると。はいはい でこのご指名とかするわけじゃあ、そうですねそういう指名したい人はあとまずお店は夜十一時半までなので大阪弁のなんかあれホスタスと喋りたくないなあんな違うところでいいじゃないですかそこまで鉛を出してる人いなかったですねあっいないのはい。だから鉛聞きたかったら例えばちょっとさ鹿児島弁勉強したかったら鹿児島の人指名してもいいわけだそうだと思います勉強しにゃでもいいか勉強しに行かないか勉強しに行かない東京の人も結構いるんね東京の人もいますね ホセさんはどうのトークは結構トークがまあでもトークって言っても結構普通ですよねなんか向こうの方がなんでどうしてここに来たんですかっていうことをもう56回もう10回は聞いてきて結構いかにも怪しんでるんですよなんでこの店を知ったんですかとかそれでなんかいろいろとそのたびに皆さん適当なことを答えてていつも動機が違うとうそうですね あのあの会社の色何回なんですとかいろいろ言っていて、うんうん、でも、ホステさんって割と目,目配りがすごいから、目モも取れなくて。うんうん でも私のメモ、そうだ例のなめちゃんメモややなかったの？だかもう携帯打ってる日りして、携帯にキーワードだけ入力して自分に送るみたいなそういうことしかできないえでも例えばそこでメモ取ってたらもうやたらと質問されるような感じ？はい、あそうですね。絶対あの見てなんかあのそうでなんか言われるみたいな。それ鋭いんだね。鋭いんだよね。でもなんかなんでこんなこのような店に何で来たのって普通言わないよね。そうですね。なんかアンケートじゃないんだからあなた ここのをどでお知りりになましたかと気になったんじゃないですか、他の人たちより若いから、そうだね、でも取材とは言わなかった、言ってないです、練乳ですもの、すかそりゃそうだよね、そうこうしてるうちにで、おつまみとかがちょっとあのその中で、ちょっとホステさんの技を感じたことがあって。 うるめの唐揚げっていうのが出てきたんですけど、魚の煮干しみたいな感じ、それにライターで火をつけて、温めて食べると柔らかくなって美味しいという暮らしの知恵を伝授しているこれ一個持ってきてくれたんですか、これ、今、けちゃいどちらでも見た感じで大丈夫ですけど、でも実際食べた人によると、特に味は変わらなかったっていう。たただその火をつけ時に匂いが ちょっとふーッとグルメの匂いが立ち込めるという、そんな、それもまた、教そういうことなんだ、ちょっと彩りのところで焼きあ焼いてるような、トリップ2時間は、じゃあ、ずっとそういうトークのみいうか、トークとか、そうですね、なんかなんでここで働いたのかっていう話とか、手っ取り早くお金が稼げて楽そうだからとか、そういう話を聞いたりしてましたね。 でなんかそうこうしているうちに、1時間ぐらい経ったところで、突然、ペーパー巻き取りゲームというイベントが始まりました。なんか、もう、なんかそこで本当に日常となっていて、当たり前のことに始まったんですけど、ホステスさんとペアになって、トイレットペーパーが上から下がってるのを、いかに早く巻き取れるかという。コマディレクターに映ってるんだけど、4番の絶景つけて、何こいつに。 いや最後に抱き合って風船を割ったところでタイムを競うあであ2人で抱き合えるわけはいえっ、ー、で何かまあ出場者は4人で1人ずつまあ台に乗って自己紹介をしたり自己紹介もするの、うん、あそれ一1人ずつペーパーを巻き取ったんですけどやっぱり、うん、一番若い TBS ライジオのスタッフが優勝優勝しちゃった優勝したらんかもらえるの, <laughs> んのタオルセットをもらってましたね 倒せ。え、だってほら、年齢上だから、おじいちゃんがさ、ゆっくり巻いて、るのにさ、これ一位になっちゃって。そうだよ。なんか面白くない。本気出してやって。かなり、本気、あの写真を見ると、わかる。いきなり。盛り下がったって。いきなり、い個まい、いくっちゃ。っやっぱり、手が早い感じが。あ、ならない。はい。え、あの、その後には、まあ、他にも、いろんな楽しい時間があって。ダンスショーもあったんですよ。ダンスショー。これ、は何するんですか。なんか、あの、八人ぐらいのダンサーが登場して、まあ、キューティー。 コ、うん、ンテージショーでのセクシーダンスとかヒップホップ。 あと、そういう歌を踊ったり、そのホステスさんから人気のあるエクボちゃんっていう方がすごい可愛くて、及川奈央さんとリアディズムを足して終わったような彼女が聖子ちゃんの歌が持ち歌で、でもみんな、おじさんたちも千円札を扇みたいにして、チップにして渡したりしてましたね。 しいね。はいもうみんなすごいスタッフも仕事だっていうことを忘れて楽しんでいました小西さんねこれはちょっとさなかなかじゃないそうですね銀座にそう感じはしなかったですねこれはおすすめですけど考えてみたらねでもそのんか聖子ちゃんの歌を歌ってた 方ととかを見てるとやっぱり女性には誰でもそういうアイドル願望があって、うん、でこうキャベルの中で一番人気のアイドルになることで、野望ある程度の野望は達成されていくのかなと思って、女を武器にして生きてきた女たちがこう女を消費しているく場所というか、そういうキャバクラには独特の愛称が漂って ああ、なるほどね、まとめに入っていただきましたありがとうございますよね、これはだと生バンドも入ってるし、ステージもあるし、バンドでカラオケもできるカラオケはできないですよね、一人で、あまり飲んだり食べたりしなければ、1万円以下で済むという、なるほど、そのショーも見られるんですね、いせれば時間を合わせれば見えますなるほど、これはちょっとなかなかのね、これ、ぜひ一度、今度はあれだよ。 本当に、はい。はい、行きます。ぜひ行ってみたいですよね。はい、グランドキャバで、白いバラ。はい。はい、はい、ということでこれ、えー、今日のコラムの花道、沈黙の女王、新さんなめこさんでございました。はい、ありがとうございました。い遊び第2弾でした。明日はコラム界のロックミュージシャンこと、大月健二さんです。コラムのアン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 ア